クーゼグ包囲戦もしくはギュンス包囲戦は1532年8月5日から8月30日にかけてハプスブルク帝国、ハンガリー王国のクーゼグをオスマン帝国軍が行為した戦い。クロアチア人貴族、ニコラユリシチ率いるわずか700人から800人の大砲を持たず銃も少ないクロアチア人防衛隊がスレーマン一世と大最小パルマル。 イブラヒムパシャ率いる12万から20万の圧倒的なオスマン帝国軍から城塞を守り抜いた。これにより、オスマン軍は2度目のウィーンへの進攻を阻まれた。圧倒的な戦力差にもかかわらず、追やした末に8月末の雨季に入ったため、スレーマン一世は空グ攻略を諦めた。そして当初の目標だったウィーン進攻を取りやめ、撤退に転じた。 他の城塞をいくつか奪取したことで、オスマン帝国はハンガリーにおける優位を保ったが、オスマン軍撤退後に、オーストリア大公フェルディナント一世は荒廃した、非戦領地を奪い返した。結果として1533年に、コンスタンティノープル条約が結ばれ、両国の争いの焦点だったハンガリー王位を、オスマン帝国側のヤーの主一世のものとする代わりに、フェルディナンド一世のハンガリー内征服地における、 権利が認められた。クーセグ法戦の記念碑1526年のもはや地の戦いで、ハンガリー王ラヨシュ2世が敗死し、ハンガリー王家が断絶したことで、ハンガリー王位をめぐる闘争が勃発する。ハンガリー西部及びクロアチアの貴族によって選出されたラヨシュ2世の妹の夫で、ハプスブルク家のオーストリア大公フェルディナーンド1世とハンガリー中部。 西部の貴族やスレーマン一世の支持を得たトランシルバニア貴族サポヤ・イヤーノシュの二人がハンガリー王を名乗った。フェルディナー一世は1527年から1528年にかけてブダなどハンガリー中部をヤーノシュ一世から奪ったが1529年にスレーマン一世が侵攻してこのフェルディナー一世の獲得地をすべて奪い返しそのまま 第一次ウィーン包囲にまで至った。ウィーンダッシュはならなかったものの、オスマン帝国軍がヨーロッパの中核地域まで侵攻したことは、キリスト教世界に大きな衝撃を与えた。1530年にフェルディナー一世がハンガリーでの湿地を脱回したのを受けて、スレーマン一世は1532年に12万人の大軍を率いて、ウィーンに向け出発した。この時、 フェルディナー一世の側には、キリスト教諸国の連合軍を組織して対抗する、時間的余裕がなかった。7月12日に、スラボニアの教え国にいた、スレーマン一世が、フェルディナー一世に送った書簡によると、このスレーマン一世の5度目の遠征は、フェルディナー一世の兄で神聖ローマ皇帝のカール5世との対決を主目標としており、フェルディナー一世は、 脇の扱いを受けていた。しかし、ここからドラーバ川を越えた、オスマン軍は、ウィーンへ向かうルートを離れ、フェルディナーイッセイの両する、ハンガリー方面に進路を変え、途上の町や城塞を芝叩く間に17つも抜いた。フェルディナーイッセイは、ハンガリー方面から軍を引き上げ、オーストリアとハンガリーの国境地帯にあるクルセグには、わずか700人の大砲を持たず、 銃も少ない防衛隊が残された。スレーマン一世としては、この遠征で、決定的な勝利を挙げるために、早期にクーセグを陥落させ、ウィーンに迫る必要があった。長期戦になれば、カール五世が、ドイツ・スペインから大軍を組織し援軍に駆けつけてくる、恐れがあったためである。クーセグのユリシチ城ショプロンの南にある、小さな町クーセグは、 国境から数マイルしか離れていなかった。この町の防衛は、クロアチア人の将軍で外交官だったニコラ・ユリシチが担っていた。クーセグは戦略的な用地とはみなされていなかった上に、すでにここよりも強固に防衛されるべきだった地点がいくつも戦わずに、解除していた。大宰相パルガル・イブラヒム・パシャは、クーセグの防備がいかに貧弱か知らなかった。 スレーマン一世はいくつかの商用祭を落とした後、クーセグの包囲を始めていたイブラヒムパシャと合流した。オスマン軍はクーセグで頑強な抵抗にあった。スレーマン一世としては中途半端な数で神聖ローマ帝国軍が救援に、来たところで野戦に持ち込み、より決定的な勝利を得ることも望んでいたが、この包囲戦を通じて神聖ローマ帝国軍はレーゲンスブルクに留まっており、 オスマン軍の前に現れることはなかった。オスマン軍は次々に攻撃を仕掛け、砲撃で一部の城壁を破壊したが、城兵は降伏しなかった。イタリアの歴史家、パオロ・ジョビオによれば、オスマン軍が空ーセグを攻めきれなかったのは、神聖ローマ帝国軍との野戦を想定していた、オスマン軍が十分な数の大砲を持ってきていなかったためであった。行動を掘って城内に侵入する。 試みの多くは逆に城内から行動を掘ってきた城兵に見つかって失敗した。とはいえ空戦具城の設計は対行動戦術に向いておらず何度かオスマン軍が城壁を下から火薬で吹き飛ばすのに成功したがそれでも城兵は攻撃を跳ね返し続けた。ニコラ・ユリシチア700人の農民、それにわずかな兵士たちは大砲の装備もなしに 25日間の包囲と19回に及んだ総攻撃や必要な砲撃を耐え抜いた。包囲戦の結末には2つの説がある。1つでは、ニコラ・ユリシチは提示された、工場圏の降伏勧告を蹴り、オスマン軍は撤退を余儀なくされた。もう1つは、クーセグ氏が名目的な降伏勧告を受け入れたとするものである。場内に入れたのは、オスマン帝国機を掲げた。 ごく一部の部隊だけであり、これらも結局は間を置かず撤退することとなった。どちらにせよ、8月末の長雨の到来により、スレイマン一世は、空セグ攻略を諦め、当初予定していたウィーン侵攻計画も放棄して、撤退を始めた。オスマン軍は実に4週間も足止めを食い、その間に、オーストリア側は強力な援軍を、ウィーンで編成しつつあり、スレイマン一世は、 これと衝突するのを嫌がった。当時のイタリアの歴史家、パオロ・ジョビオによれば、カール5世率いる神聖ローマ帝国軍が9月23日にウィーンに到着したが、これはオスマン軍に追いつくにはあまりに遅い到着だった。クーセグの防衛成功により、オーストリアは1529年に続く2度目のウィーン包囲を免れた。ウィーン進行の計画は頓挫したものの、 スレーマン一世は他の城塞をいくつか奪うことでハンガリーにおける優位を守った。フェルディナント一世や兄の神聖ローマ皇帝カール五世はオスマン帝国軍との野戦を避けた。オスマン軍が撤退した後、フェルディナント一世は直ちに荒廃したハンガリーの非征服地を奪い返した。1533年、スレーマン一世とフェルディナント一世は コンスタンティノープル条約を結び停戦した。これでスレーマン一世が講演するサポヤイヤーノ主が正式にハンガリー王として認められる代わりにフェルディナントが実効支配している地域が彼の領土として認められた。この条約の内容はヤーノ主一世にもフェルディナント一世にも納得できるものではなく両者の小競り合いが続いた。1540年に ヤーの主一世が死去すると、スレーマン一世は、両者の争いの中心だったハンガリー中部をオスマン帝国に併合した。こうして1529年から1566年にかけて、オスマン帝国の領土は西方へ拡大したが、ハプスブルク帝国に対する決定的な勝利を収めることはできず、長いオスマンハプスブルク戦争が続くこととなった。ありがとうございます。